ナイスパー。さっきのスリーパットだ。嬉しい。音がね、シンクってないですよ。早いね、結構。もうちょっと内側だったな。悔しい。もうちょっと内側にいればよかった。自分の目で見て、60かな、50かなって見てから距離計測やって、正解かどうかやってます。100ヤード以内は、ちょっと目で分かるようになってきたんですけど、120、30ぐらいはちょっとまだ分かんないですね。そうなんです。勉強。
い。大きいかと思いきや。高いのに OK。 いい感じ。おお、全然曲がんないね。曲がんなかったです。うん、まあナイスタッチ。はい、ボギーです。ちょっとあのゴミゴミが出てきちゃってるよ。ああ、これだ。ちゃんとここにグリーンの芽が乗ってるんですよ。でで、ね、頑張って芝芽も読もうと思います。なんか思いっきりドシャンクは出てないんですけど、なんか出そうで怖くて。ちょっと不安持ちつつ打ってるんですけど、もうとりあえずもう少しでお昼なんで、お昼に向けて頑張りたいと思います。大丈夫、アプローチがなんか今日はいいんで、シャンクしてもいい。バンカーも一回やってた。 OK。 よし、素振りしよう。そういう時はいい、素振りはいいんですよ、本番なんですよ。素振りはいいって褒められます。おお、よし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 。少し2側で構えました。いいと思う。嬉しい。うまく打てた、うまく打てた。今3オーバー、4オーバーぐらいだと思って、全然いい。普通にいい、変わんないね。ドライバーとかウッド使ってもアイアン極めたい人はアイアンだけのラウンドもすごいおすすめです。極められますもん。あ、でもやっぱ転がる。はい、ちょっと長いから、はい、復活させます。出すだけかな。逆目。
しょうがないわ。バーディー欲しい。ラストの目標はボギーで9オーバーなんで45なんで、すべてボギーで上がりたいです。4だと思います。多分。